ネクスターズ始まるよ。 You ready to start to meet everybody? さあ今日も一緒のロッカリー ハッピーハッピーギリギリシェイクアバディ ウェイドン見つめ返してベイベイベイ Hey 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 Yeah 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 めっちゃ行くぜ。今回のネクスターズは高校生花いけバトルの県大会を制した2人の男子高校生が登場。2人が作るいけばなにファッションやらも感動。マサマジックのチャレンジマジックも室内からサプライズもお届け。今回もファッション全開。はい、ということで始まりましたネクスターズでございます。イエイイエイ。はい、この番組は新時代への新たなネクストスターネクスターを探していこうという番組でございます。はい、ということで今日もね、ロケ日にふさわしい日でございます。いや、だから毎回思うんだけど、だからなんでウヌラがあの下なのよ車の。え、これ公式なんですよ。公式じゃねえよ。そのヌールねえよネクスターズ公式なんですよいや、ねえよ、すぐ撤廃だよそんな今回はですね、ちょっとおしゃれにいけばななんてやろうかなと。あ、いけばな、はい、いけばなってあの花。そうです、あの刈谷崎さんとかがやってるよね。ああ、そうですね、最近だったら。はあ、あ、そうなの、はあ、へえ。今回パッションさんがやってきたのは南部農林高校。南部農林高校は農業や食品加工に加え園芸やフラワーデザインといった専門知識を学ぶことができる農林高校。そんな南部農林高校にいる今回のネクスター情報を伝えると、高校生花いけバトルの県大会を制した男子コンビ宝くんと岩本くん、花いけバトルっていうのがあるんだ。まあ、その大会があるっていうのも初めてでしたけど、そこでね、しかも男子なんだね。ほー、この男子で花いけるっていうのはなかなかあんまイメージないね。ファッションさんも気になるネクスターの2人、早速そんなネクスターを探しにレッツゴー。ネクスターに会うべく待ち合わせ場所へ向かうと、この2人じゃない、言って花だよね、あれ花だよね、じゃあそうだよね、行こうか。どうもこんにちは。ああ、あれ、宝くんと岩本くん、はい、ああ、すぐ見つけた彼らが今回のネクスター。高校3年生の宝健吾くんと同じく3年生の岩本天武くん。彼らは2月に行われた2人1組で挑む全国高校生花いけバトルの沖縄大会で大会初となる男子ペアによる優勝を果たしました。すごいですね。もともと2人はこの南部農林高校はどういった目的で進学したの？どう、だから、やっぱ花触りたいなと思って。あ、もう入学する前から花好きだったんだ。この花にこの興味を持ち始めた時期っていつ頃？あ、中学校2年生とか3年生あたり。これきっかけって何だったの？たまたまネットで見た作品が綺麗だったんで。そうなんだ。それまでその花とかっていうのは特になんかあんま綺麗だなぐらい見て、それとも全く興味なかった？全く興味ないです。興味ないけど、このネットのこの花を見た瞬間にビビってきたんだ。やりてーっつって。すげえなすごい確率だね。岩本くんはどんなきっかけで花を見たの？は、自分もともとなんか小学生の頃から花が好きで、それで花に関する仕事つきたいなと思って、で南部農林でこういうことやってるよみたいな。あ、そうなんだ。へー。ちなみに2人の出会いは高校から？え、中学から。あ、中学の時も一緒だったんだ。はい。で、デム君が花持ってたんだけど、そのことは知ってたの？いや、全然知らなくて。で、ここで、お前もみたいな感じすごいね。あ、そんなに中学校の時はな、まあ、そんなに関わらなかった？あることあった？あることあることあったけど、こんな花の話なんかする感じではなく、すげえな。中学生の時には花の話なんて全くしたことがなかったという2人。そこから花に興味を持ち、また自分の夢を叶えるため南部農林高校に入学し、生活デザイン科で
花の栽培や知識、技術を学んでいます。やっぱ楽しい、やってて。あ、めちゃくちゃ楽しいです。どんなところ楽しい？あ、なんか他の人の作品見て、なんか自分の作品、あ、こっち違うなだったりとか思ったりして、悪いところも見つかるけど、いいところも見つかったりすると楽しいです。やっぱり違うんだ。やっぱそのほら、何がその人の個性になってるかってよく分かんないんだけど、やっぱりやってる側からしたら、あ、これすげえみたいなのあるんだ。あ、そう。どう、宝子も、なんかそこら辺は人の見ると感動したりする、すげえなみたいな。それは自分にできないことが簡単に言ってる人はいる。そうなんだ。2人は授業以外にもフラワーデザイン部に入っていて、放課後は検定やコンテストに向け技術を磨き、さまざまな作品を作り出してきました。そんな2人についてフラワーデザイン部の顧問を務める奥松先生に話を聞いてみると、まあ2人ね、ネクスターの2人の宝くんと岩本くんなんですけれども、まずはその宝くんっていうのはどういった生徒で、まあどういったところがすごいとかって先生から見てどう思います？ですね、彼の場合は自分の感性をぜひみんなに伝えたいって気持ちで、どんどんちょっと細かいところも大切にして生かしていくところがすごいですね。そうなんですか。いいのを持ってると思います。へ、逆に岩本くんはどういった生徒なんですかね？あ、彼はもうムードメーカーですね。あ、そうですか。で、ムードメーカーを生かすその成果がそのまま大胆さに生かせてですね、はい、これがやっぱ彼の良さは全て作品に出てます。なるほどね。繊細な作品を作り出す宝くんと、勢いよくダイナミックに花を生ける岩本くん、タイプの違う2人ですが、花に対する愛情や思いは人一倍すごいと後輩のロギさんは言います。2人はどんな部ではどんな存在？そもそも男子ってそんな多くないんでしょ？男子もそんなに多くないですけど、まあ多分2人が中心的に引っ張ってくれてるのかなと思います。なるほどね。なんだろう、花に対する姿勢がすごい人だなって思います。あ、そう、あ、すごいんだ。花好きのゆりかちゃんから見て、ちょっと本当花好きなんだなって感じるんだ。本当に感じますね。あ、そう。周りも認めるほど花に対する思いが強い宝くんと岩本くん、これからコンテストや検定に向けてまだまだ作品を作り続けるという2人、彼らの作品が一人でも多くの方の目に届くよう我々も応援しています。ネクスターの宝くんと岩本くんの話を聞いて、ますます2人の作品が見たくなったパッションさん、そこで2人に相談したところ快く OK。 早速準備に取り掛かってもらい、花を生けている様子から見学させてもらえることに。はい、じゃあそれではよろしくお願いします。さあ始まったんだけどね、ちょっとおじさん話しかけても大丈夫？あ、大丈夫です。これは何、この2人がやってる道具っていうのは何か決まってるの？なんていうやつなの？これは、フラワーの、名前はないんですけど、普通に飾るときにつける。あ、これみんなこれをつけて作業するんだ。刺すね、大胆に刺すね。え、もうそんな一気に買ったサイズ刺しちゃうんだ。迷ってないね。でも、宝くん、こうやってカメラに向けられながら刺してもらってある？やりにくいね、ごめんね。初体験だね。いいよいいよ。やっぱなんか2人の作業内容が全然違うね、工程がね。なんかテムはもうなんか、なんだろう、わっていくね。対する宝くん、なんかちょっとなんだ、慎重じゃないけど、なんかテンポがちょっと独特だよね。違う、面白い。違うね、面白いね。この後も真剣に作品と向き合う2人、そしておよそ10分、2人の作品が完成。はい、ということで完成しました。いや、早っ。思ったより早かったね。10分くらいか。へー、すごいね。だから今回このテーマというかコンセプトっていうのはどういった感じなの？テーマはちょっと決めてないんですけど、バスケットアレンジって僕の中でなんかこういうこじんまりとしたものがあるんで、そのイメージに沿って作りました。なるほどね。トルコ教のでちょっとだけ段差作ったり、ワンポイントでリングを使ったり、アンスリウムをこういう配置にしてみたりとか。なるほどね、すごいね。
デム君、これはすっごいガン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 刺していったけど、これコンセプト何、これ。これ食卓に彩りを。なあ、食いしん坊だなお前は。すぐ食べ物ばっかだな。あ、そう。いいね。ただの飾りにならないようにオンシジュームっていう黄色い花でボリューム感を出したり、うん、トルコキキョウとか、うん、アンスリウムとか目立つ花を前に出すことによって見えやすくするようにしました。なるほどね。2人の作品にパッションさんも感動。この後パッションさんも生け花を体験し、改めて2人の凄さを実感することができました。ネクスターの宝くんと岩本くん、そして南部農林高校フラワーデザイン部の皆さん、取材へのご協力ありがとうございました。いけばな会のネクスター、宝健吾くんに岩本天武くん、これからもいけばなの技術に磨きをかけ、大きな目標に向かって頑張れ。はい、じゃあ改めまして目標を聞かせてください。作りフェスの入賞です。あ、そうだね、頑張ってほしいね。10月だったっけ。はい、きりアイデアを出して、うん、いけていったらいいと思います。うん、うん、どう。自分は今回ものづくりフェスタで土台から作らないといけないっていう話も聞いてるので、初めての挑戦なのでそれも頑張りたいと思います。なるほどね。宝くん、そして山田くん、これからも目標に向かって頑張ってください。せーの、 We areネクスター、頑張れ頑張れ。さあ、この後はマサマジックのチャレンジマジック特別編。世界から注目されるマジシャンマサマジックが県内各所に出向き、学生に向けてランダムなアイテムで即興マジックを披露する挑戦企画、マサマジックのチャレンジマジック。前回に引き続き室内からサプライズをお届け。はい、こんにちは、マサマジックです。今日マジックで使うのはこちらです。砂糖、砂糖です。砂糖にもう一つ使うのはこちらです。よいしょ。お釣り、小銭です。じゃあ何でもいいです。好きなコイン1枚取ってください。こちらでいいですか。 OK、 100円。その100円に大きく大きく名前を書いてください。後で見てもすぐ自分のって分かるように大きく。 OK、 でカメラに最後にしっかり見せてください。この D は世界に1枚しかない。でまたちょっと100円玉も古い感じのが特徴ですね。大丈夫ですね。はい、 OK。 じゃあちょっとよく見せてください。 D、 200円と砂糖です。 Here it goes。One, two, three. 聞こえる？ちょっと見せて。何も言ってないですね。大丈夫？開けますよ。開けていくと、なんと、お。くるんですが、実はこれに D って書いてあるんです。 Impossible? I'm possible. It's amazing! サプライズ大成功。不可能を可能にするマサマジックのサプライズ。次回もあなたを驚かすこと間違いなし。それではまたお会いしましょう。 See you next week.ここで番組からプレゼントのお知らせ。沖縄ファミリーマートよりフラチキ券10本分の引き換え券を3名様にプレゼント。番組メールにご覧の必要事項をご記入の上ご応募ください。そしてこの放送をもう一度ご覧になりたい方は沖縄テレビ公式 YouTube をチェック。過去の放送や未公開シーンもあるかもしれないので、気になった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。
はい、ということで私も刺したいと思います刺したいって言ったらおかしいな、ね、私もアレンジしたいと思うんですけども、まあね、アレンジしたいって言ってみたものの何から手をつけていいか分からないけど、どうすればいい？情熱ってテーマだったら、うん、赤を中心としたアレンジメントをしたらいい感じ。なるほどね、赤色のものをチョイスしていった方がいいんじゃないかな。高倉君は刺すとしたらセンターを決めて刺した方がいいと思います。お、初めにセンター決めるの。あ、見えた見えた、もう見えた見えた、ありがとうありがとう。とりあえず無難に真ん中刺しますはいはい、オッケー完成何何ダメ、まあまあ、ね、冗談はこれでオッケー。はい、ということで完成しました。私の作品、情熱でございます。はい、どうだい見てるみんな、どうだい俺の情熱。じゃあまず、じゃあキャプテン、はい、率直な感想を聞かせてください。そうですね、カーネーションの入れ方がとか、トルコ教の入れ方がちょっと平面的すぎて、あ、はい、なるほど、面白くないな。あ、はい、なるほど、面白くなかったですか、すいません面白くないって言われるのが一番きつい、すいませんどういったところが、なんかちょっと自分的にはこの吸水スポンジ、オアシスって言うんですけど、はい、これが見えるのが気になる。なるほどこれが見えるのが気になる。なるほど、前からも後ろからも見える。あー、なるほど、こういうグリーンな植物とかなるほど使ったりして隠した方がもっと綺麗になるんじゃないかなと思います。なるほどな、でも難しいねやっぱ、うん、でも楽しいよ、うん、楽しい。まあでも2人のアドバイスを聞いた上で次やったらもっといい作品できる感じがするな、うん、